おはようございます。社畜デザイナーのこてつです。今日は体調が芳しくありません。労働のストレスによって内臓が破壊されています。気力もカスカスです。今日は日曜なので、体力回復に努めようと思います。二度寝します。おはようございます。罪悪感で目が覚めました。長時間睡眠をとると、罪の意識に駆られるようになりました。社畜生活の弊害が出ています。朝食兼昼食を作ります。今日は胃腸に優しい料理にします。まずはお湯を沸かします。お皿にオートミールを少し入れます。鳥の餌ではありません。お茶漬けの素を入れます。さらにシーチキンも入れます。シーチキンを加えると大抵のものは美味しくなります。タンパク質も摂取できるのでおすすめの食材です。シソも振りかけます。その風味でさっぱりとした味わいにできます。熱湯を注いで完成です。オートミール茶漬けです。犬の餌ではありません。独特の香りがします。いただきます。見た目は結構あれですが、味は普通に美味しいです。胃腸にも優しく、健康な気分になれます。見方によっては、リゾットに見えなくもないです。手軽な割になかなか美味しいので、騙されたと思って、ぜひ作ってみてください。パワーも少し回復したので、働きます。週明けに持ち寄る仕事があるので、
進めておきます。働けば働くほど胃は痛みを増してきます。労働イコール辛いものという意識が脳に刷り込まれています。少し横になります。気づけばもうこんな時間です。晩ご飯を作ります。今日はお米を用意します。胃が本調子ではないので、お粥を作ります。米を半合入れます。丁寧に米を研ぎます。お粥を炊くのは初めてなので、水の量が合っているか不安です。前に塩を少し振りかけて味を整えておきます。このひと手間が大切です。あとは炊飯器に叩き込んで炊くだけです。炊けるまで待機します。炊けました。あれだけの水分をすべて吸収しています。いい感じのべちゃべちゃ具合です。お皿に移します。
これだけだとわびしいので、他の食材も用意します。梅干しと磯のりです。最強の布陣を従えました。病人のような食卓です。一人ぼっちなのでセルフ看病でしのぎます。いただきます。最初は素材のままを食します。体が弱っているとおかゆですら美味しく感じます。梅干しの塩分だけで箸が進みます。磯のりも美味しいです。こんなぐちゃぐちゃなものを食品として売り出そうとした発案者を称えたいです。ごちそうさまでした。満たされました。食後も仕事をします。このくらいにしておきます。また胃の上のあたりが苦しくなってきました。今日はお風呂を入れました。湯船に浸かって全身温めます。歴史を遡るとナポレオンもお風呂好きだったようです。持病を持っていて入浴することで解消していたという説があります。いい湯でした。僕もお風呂で体を温めて健康になることでストレス社会を生き抜きたいです。風呂上がりにほうじ茶を入れます。落ち着きます。風呂上がりののんびりとした時間が好きです。この時間がずっと続いてほしいです。胃腸を温め尽くしたのでぼちぼち寝ます。
明日からも仕事を頑張ります。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。